お元気様です。クルメジシュースの平です。本日はですね、この前ちょっとキャストダイスさんもやってたなと思ったのでですね、ちょっと、面白いと思ってですね、ちょっと面白いネタを話をしようと思います。入試の問題ですね。入試の問題的中しましたっていうやつですけれども、あれ、まあ、嘘とは言わないけれど、はったりですよということですね。はい、嘘は言ってないですよと。でも、本当のことでもないですよっていうことですね。はい、それが一つ目。で、もう一つ目は、定員割れした大学だったら、どこでも合格しますかっていうとですね、さあどうなんだろうっていうことですね。はい、高校入試なんかを体験している人たちは、高校入試で、定員割れをした大学が、高校がですね、やっぱり全員合格っていうのはさせてないわけですよね。はい。だけど、割と大学っていうのは、定員割れをするとですね、割と合格させるっていうようなことでですね。はい。ということで、この2点をちょっとお話したいと思います。はい。ということで、まあ1番目の方をちょっとゆっくり話しましょうかね。はい。この前ですね、この前というか、まあお風呂入ってる時なんかに、こう、YouTube の動画をずっとですね、流しながら聞いてるわけですよ。うん。そうすると、まあ自動再生みたいな形で、あっちこっち飛ぶわけですね。で、私はもうそういうふうなリラックスしてる時間っていうのは、もう、科学万能主義の私ですから、オカルト関係のやつなんかを結構聞くことにしてるわけですね。UFO だとか、ユーマだとかですね。そういった感じのやつをこう、聞くわけなんですけれども、そうするとまあ、ランダムでそういうオカルトの話題をですね、持ってくるわけですよね。YouTube が選んでですね。面白かったのが、この前こういうのがあったわけですね。よいしょ。で、そのチャンネルではですね、これをものすごく推していたわけですよ。はい。2058年から来た未来人とかいうふうな国分さんとかいうやつですかね。はい、よろしくお願いしますというやつですね。そんなの嘘だろうというふうに思うかもしれませんけれども、はい、どういうことなのかっていうと、よいしょ。例えば、あら、共有されてない？あ、共有されてない。はい。例えば、東京オリンピックは、2021年の7月23日にちゃんと開催されますとかいうようなことですね。まあ、ここに書いてある日付の2020年4月の9日にですね、まあ、投稿して、ズバリ当てているというわけですね。おお、すごいなと。もうズバリ当たっとるやん、というようなことですね。はい。で、それから、次はちょっとまた面白いんですけど、なんですかね、安倍総理の後任は当時の菅官房長官ですとかですね、安倍総理は2020年の9月に辞任しますだとか、私は、あ、じゃあそれはいいとして、2020年3月に日経平均株価が暴落しますとかですね、2020年のセリーグは、読売ジャイアンツがリーグ優勝しますよとかですね、東京オリンピックの日本の金メダルは27個ですとかいうようなことをですね、まあ、2019年とかにですね、ズバリこう的中させてるわけですよ。はい、これ一体何なのかっていうことですね。おお、すげえ、ズバリ的中やんかっていうふうに思うわけですが、これがまさしく大学入試のズバリ的中と全く一緒なんですよ。ね。はい、これ一体どういうことなんだろうっていうことで、ちょっと私も不思議になってですね、まあ、YouTube でですね、こういう未来人がいるんだぜと、ね、全部ズバリ当ててるぞみたいな感じですね、ものすごくその YouTube の、チャンネルの方がですね、まあ、信じているみたいで、こんなの信じるなというふうに言いたくなるんですけど、信じてるみたいで、もう皆さん、これすごいですよねみたいな感じでこう、やってるわけですよ。全然違うというようなことですね。はい。どういうことかっていうと、まあ、さっきの何ですか、ツイッターかなんか、ツイッターかフェイスブックか知らんですけれども、あれをちゃんとですね、非公開にして、早い段階で投稿しておくわけですよ。で、例えば、日本の金メダルは1個です、2個です、3個です、4個です、5個ですとか言って、いっぱいそういうふうに投稿を打つわけですね。それで、外れたやつを全部削除するわけですよ。そして当たったやつだけ、金メダルの数が確定したところで、当たっているやつだけを公開にするわけですね。そうすると投稿した日にちはずっと昔なのに、いかにもですね、ずっと昔にその金メダルの数とかをバッチリ当てたとかいうような感じでですね、そういうふうに当たるわけですよ。これ一体何なのかっていうと、大学入試のその過去問、大学入試の予想問題、当たりましたとかいうのと全く一緒なんですよね。もう、それは何かっていうと、外れてる問題もいっぱい
ぱいあるわけですよ。外れてる問題いっぱいあるけど、それら全部隠した上で当たったやつだけをピックアップして、ザーズバリ当たりましたよとかいう感じですね、やるわけですよ。ずるいですよね。はい、それが塾や予備校がやっている、まあまあハッタリというかですね、もう詐欺じゃろっていうふうに言いたくなるんですが、さっきのやつをね、詐欺だっていうふうに言ってるんだったら、まさしくその塾や予備校がやってることも詐欺に なるわけですね。はい、ただまあそういうふうなところでわざわざですね騒いだりする人はいませんからね、ああいうの詐欺だろうとかいうふうにはまあ言いませんからね。日本人は基本的に温厚な性格で、なかなかアメリカみたいにね、裁判訴訟社会じゃないですからね、裁判とかいうわけじゃないので、まあ大らかな国柄なのでですね、そういったことをいちいち騒いだりしません。だから塾や予備校もそれにあぐらを書いてね、ズバリ的中とかいう感じでもう嘘800とかは言いませんけど、もう詐欺だろというふうに言いたくなるようなことをやってるわけですね。はい、だからさっきのやつなんかに騙されるような人は、結局のところ大学入試のズバリ的中とかいうふうなやつにも騙されると、おお、これズバリ的中だからこれで行くんだみたいな感じでですね、言ってしまうのはちょっと大変ですよということですね。はい、ということでそれが一つ目ですね。はい、入試問題的中ということに関してですね、まあこれキャストダイスさんでもなんか別の解説の仕方をしてあったので、あ、そうだねと、なるほど、こういうふうなのを鵜呑みにしちゃう子たちって結構今の時代本当多くなったなっていうのがですね、はい、なんでこんなに鵜呑みにする子が今多いんだろうって思うんですけど、やっぱりですね、受験生のレベルが下がってるわけですよ。で、なんで下がってるのかっていうと、子供の数が少ないからですね。子供の数が少ないので、昔の偏差値50ぐらいの子たちっていうのは今の偏差値60、70とかいうなぐらいまで上がるわけですよね。はい、だからそれくらいこう差があるので、あれ、今時の偏差値60代の子たちってなんでこんな鵜呑みするんやろうと、ね、こんなのに引っかかるなんてバカじゃないのっていうふうに思うけど、そんなバカみたいなことに引っかかるような、あまりにもですね鵜呑みにしてしまうようなその子たちがですね、もうすごい偏差値の高い子たちにいるわけですよね。だからこんなのにまんまと引っかかるということですね。これ我々が学生時代からもこういうことずっとありましたけど、我々の時代で引っかかってなかったからですね。我々の時代に引っかかってたのは偏差値30代とか40代とか、そういうような子たちは引っかかっていたけれども、そういう子たちが今偏差値60とか70まで上がってきているような時代だからですね、だから引っかかるわけですよ。はい、で、定員割れをしたらですね、次の話題に入りますけれども、定員割れをしたら必ず合格ですかっていうと、結構ですね、これ大学の場合はですね、高校受験と違って大学受験の場合はもう定員割れをするとですね、大概合格してるんですよね。はい、ということで高校の場合はやっぱり定員割れをしていてもある程度の点数取ってないと合格させないんですね。はい、だからその感覚で、ああもうそのね、もう無理だ、大学受験無理だ、やめとこうみたいな感じですね、まあやってる子たちがいるんですが、私がよく言いますよね、この動画でですね、定員割れをしてですね、全員合格してるんだよみたいな感じのことを言ってもやっぱり信じないわけですよ。なんで信じないかっていうと、高校入試の時にいくら定員割れをしていても、高校入試の経験談として定員割れをしている学校でもやはり点数が取れていないと不合格になっていたから、やっぱり自分は点数が足りないから定員割れをしている大学を受けたとしても絶対受からないんだとかいうふうに勝手に決めつけてるような子たちいるわけですよね。定員割りしてるとですね、受かるわけですよ。これがもうびっくりするほど受かりますので、うん、だからまあまあ、私の教え子なんかがね、まあ、前にも解説しましたが、佐賀大学の理工学部の後期試験というのは、まあ、昔ですね、理科が2科目あったわけですよ。で、後期試験って言ったら、大体みんなもう科目試験受けたくなくて、もう面接と小論文だけのところしか受けたくないと。だからもうめ、科目試験があるところっていうのは、みんな受けないっていうのがあるわけですね。で、ましてや、その、ただでさえ科目試験があるところ受けたくないのに、ね、理科1科目だったらまだ受けてもいいけど、理科が2科目もあるなんていうのは、こんなの受けたくないよっていうようなことでですね、もうみんな佐賀大学の後期試験って受けに来てなかったんですよ。そこで私の教え子の浪人生で、もう全くどこにも引っかからん、もうこのままじゃと二浪決定やなみたいな感じでですね、もうそういう子がいたので、お前佐賀大の理工学部の後期受けろみたいな感じですね、後期は絶対に佐賀大の理工学部だぞっていうようなことでですね、やってたわけですよ。そしたら受かりましたね。はい、そんな感じでですね、定員割れしてるようなところにこそっと私なんかは受けさせてます。はい、そうするとですね、受かりますから、
まあ、逆に言うと定員割れしたら合格するとかいうのがありますから、もう途中でね、投げ出したりせずに、ああもう後期試験とか受けたくないとか言わないで、後期試験とかそうやってみんな受けたくないんですよ。みんな受けたくないから定員割れが起きるんですよ。ということで全員合格とかいうような感じになったりするから、最後まで頑張り続けるっていうことが大事ですよと。もう全然点数足りない、もうダメだじゃなくってね、受けたがいいですよっちなことをですね、お伝えしたいと思います。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上です。